ヒロヒロ探偵団。僕と結婚してください。はい、よろしくお願いします。私はヒロミ。付き合って3年のケイスキにプロポーズされて、これからどれだけ幸せな日々が待っているのだろうと胸を弾ませていた。結婚指輪はどういうのがいい？高いのじゃなくていいよ。でも毎日つけるものだから悩むよね。こうして未来の話をしている時間は幸せすぎてどうにかなってしまいそうだ。でも私の心の片隅にはいつもあることが引っかかっていた。まだ言ってないの？恋人ならまだしも、結婚だと子供のこととかあるじゃん。そうだよね。わかってるんだけど、言うタイミングなくて。タイミングがないって言い訳してるだけだよ。ダメだよ、マジで。親友の翔子は学生の時から10年来の友人だ。私のことを心から理解してくれる貴重な存在だ。翔子だけが知っている私の秘密、それは私の整形。お前のこと好きになる男なんているわけねえだろ、ブス。そもそもあんたみたいなブス、友達になりたいとすら思う人いないよ。私には優しい父とおおらかな母がいる。でも決してルックスがいい両親ではなかった。授業参観では同級生から陰口を言われ、恥ずかしいと思ったこともあるけど、でも両親が大好きだった。目と鼻と口全部直したいんです。わかりました、カウンセリングを重ねましょう。整形をしたのは18歳。18歳になれば親の承諾がなくても整形ができるからだ。本当にヒロミ？親友の翔子は私の整形後の顔を見て驚いた様子だったけど、綺麗になったと褒めてくれた。けどケイスケはどうだろう。付き合っている間は言う必要ないかなと思っていたけど、結婚となると話が変わってくる。でも言ったら婚約がなかったことになったりするんだろうか。私は言わなきゃいけないという気持ちと、嫌われてしまったらという気持ちに苛まれていた。ここまで来たら、もう隠し通すしかないのかな。翔子にあれだけ言われたのに、私は結局ケイスキに整形を打ち明けられないまま入籍してしまった。翔子には会うたびに、整形だって言ったの？と聞かれるから、この間ついに私は嘘をついてしまった。ケイスケも裏切って、大事な親友も裏切った。私って最低だな。そんな自分に嫌気がさしていた時だった。嘘。私は妊娠していた。あのね、ケイスケ、私、妊娠したみたい。本当か？やったな、やったぞ。ケイスケ、あのね、私。親にも言わなきゃいけないよな。育児休暇、俺の会社もらえるかな？性別はどっちがいいだろうな。こんな舞い上がってるケイスケに、打ち明けるなんてできない。出産数ヶ月後。あのさ、ヒロミ、この子本当に俺の子だよな。何言ってるの？当たり前でしょ。なんでそんなこと言うの？いや、俺の両親がさ、俺もヒロミも二重なのに目が細いし鼻も低いって言っててさ。赤ちゃんなんだから、これからいくらでも顔変わるじゃん。私、浮気なんてしてないよ。そうだよな、ごめん。それは整形前の私に似てるからだよ。言わなきゃいけないのに言えなかったから。そう言われても私はケイスケを責められない。そろそろ入れないとまずい。妊娠中はもちろん、出産後も育児に追われて整形外科へメンテナンスに行けなかったため、顔がひどい。ケイスケは気づいてないけど、このままだと、私が打ち明ける前に気づかれて、一番最悪なパターンになることだろう。でもケイスケは専業主婦になってくれって言ってたから、お金ないし、クレジットカード払いで分割にして、ケイスケのお給料から毎月ちょっとだけ借りよう。この判断が間違っていた。というよりも、そもそも婚約時に打ち明けなかった私が間違っていたんだ。ねえヒロミ、クレジットカードの明細、この間俺のだと思って間違って見ちゃったんだけどさ、美容外科って何？え？もしかしてそういうところ通ってるの？そういうのはちゃんと俺に相談してくれないと。俺の給料から支払うのは仕方ないけどさ、なんでなのヒロミ？ヒロミ綺麗じゃん。相談しなくてごめんなさい。実は私。ヒロミ、整形してるでしょ？ずっと知ってたよ、俺。どうして？まさかケイスケが私の整形の事実を知っていたなんて考えても見なかったし、あまりにもケイスケの接し方が普通すぎてわからなかった。整形外科の医者になった友達がヒロミの写真を見て、整形してるかもって言ってたから。ずっと言おうと思ってたの。ごめんなさい。私はひたすら謝るしかなかった。ずっと言おうと思っていた。でも思っていただけで、私はケイスキに言わなかった。何を言われても仕方がない。俺はさ、打ち明けてくれるのをずっと待ってたんだよ。俺はヒロミの顔と結婚しようと思ったわけじゃないんだよ。ごめん、嫌われたらどうしようって思ってたの。整形してたことなんて俺はどうでもいいんだよ。黙ってたことと信じてもらえなかったことが俺は悲しい。
その後圭介は実家に帰り、しばらく別居生活を送っていた。長い別居を得てもお互い離婚の話は持ち出さなかったけど、結局うまくいかなくて離婚することになった。プロポーズをされた時に打ち明ければよかった。そう後悔しても、もうあの時間は二度と戻ってこない。自分自身に後悔しながら、私は生きていくしかないのだ。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ミロミロ探偵団。